はい、今日12月8日ですかね。めちゃめちゃ寒い、めちゃめちゃ寒いですね。で風が強くて小雨がさっき降ってたりするんだけど、まあこれね、あそこ今鳥がバー見えてるな、あそこ、うん、でああいう鳥だから魚探はいらないって言ってんだ俺はね、うん、だからボートとかねやって 魚探がないと釣りになんないっていう人、まあ、素人さん多いんだけど、パッと見てごらん、あれ海を、海というか琵琶湖だわな、うん、琵琶湖見てごらん、ほら鳥がバーって見えるな、あの辺な、うん、あれ鳥が全部魚探の代わりしてくれたらな。だからあの鳥の下には小魚がいっぱいいてるわけ、はっきり言うと、うん、だからこの時期、まあこの界隈なんだけど、結構あの鳥が、小魚が寄ってきてる、うん、でめちゃめちゃ寒いよ今、12月8日、雪も降るかっていう、来週もうそろそろ雪降るかって状態なんだけど、あそこの下にもうワカサギだわな、うん、ワカサギ界隈がガー寄ってきとるから、ヒューオが、そのヒューを食べに来てるモンスターが結構この辺ぶわすわす来てる、この時期で、ここシャローがガーッ続いてんだけど、シャローの後にその岬の先端だわな、まあ、あの辺にスポーンはめ込んだらドーン今日出そうかなとやっていこう。あら、あの、まあ、この動画見てくれてるね人の中で、まあ、釣りのこと知らないと素人さんがね、まあ、素人さんがまあ見てると思うんだけど、今日はこの動画見て釣りの基礎、うん、ブラックバスの釣り方っていうのをねちょっと学んでほしいんだな。今からでっかいの取ろうと思ってるぞ。はい、オオサンショウウオ投げたかいんだけど、あのちょっとここ遠浅なんでね、これにします。これ飛距離がめちゃくちゃ出るんで、イモ60でね、ネイルシンカーぶち込みリグ、ネイルシンカーぶち込んでイモなんで、これ弾丸で空気抵抗がないんで、めちゃめちゃ取るよな、 100m ぐらい飛ぶんじゃないかっていうぐらい飛距離出るんで、これでやっていこうと思うね。それにしてもあれだね、最近釣りの素人さんがさ、まあ本当に分かってねえのが、あの知ったかぶりでね、やってる人間も多いんだけど、最近まあ釣りの技術盗むんだったらね、自分のチャンネル見てくれたらもう釣りがどんどん上手くなるんで、基礎から自分は教えますから。はい、あそこ鳥いますよね、うん、ああいうね鳥が魚探になってます。なんであの辺結構でかいのがね、ここモンスター来るんですよこの時期、うん、モンスターっつってそんな60とかそんなちっちゃい魚言ってないよ俺は。6ってまだちっちゃいな、その辺は70、7が出るな、ここは60は小さい小魚なんで、70界隈来てるんで、ちょっとこれ探っていこうか、芋で。で今ちょうど追い風になってるんで、飛距離がめちゃめちゃ出るから、だからね、この動画見てる素人さんは俺の投げ方とか誘い方ずーっと見て盗んで技術を、これがプロのテクニック。来いよ。最近結構多いんですよ、釣りのこと分かんねえのに分かった体で喋っちゃうバカね、はっきり多いです。今最近多いんでね、そういう人間が、まあ、自分が本当の技術、本当のテク、ああ 見た今小魚が逃げまとってたよね、まあ、浅瀬に追い込んで食べるっていうのはそれは習慣だから。フィッシュイーターっていうのはやっぱり来たか、これいや目がかり、あの壁際追い込んでくる、まあ、漁してるからねやつらは。だから浅瀬シャローに追い込みに来る、そういう時あるんだよな。だからフィッシュイーターの気持ち、これ分からなかったらでかいの釣れないよな、うん、何でもそうなんだね、はっきり言っとくと俺が、うん、相手が何考えてるのか、どういう気持ちでいるのかって、そこを読んでくる。だからフィッシュイーターがどういう気持ちでいるのかって、今日なんか寒いよね、また冷え込んでここのとこだから、太陽が出るタイミングで日向ぼっこ行くんだな、それを釣るんだよな俺は。見てこの動かし方、ほらそんなね、もうあんま細かいこと考えなくていい、止めも大事よこうやって、うん、パン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 、今が今パンパンパン水中動いてるから、ほんでこの止めが効く、うん、結局食わせの間入れるか入れないか、そこ重要だわな、うん、
今そこのね土砂楼のところに結構モンスター見えたんだけど、一匹ギリギリ食わんかったね。うん、これはモンスター出るからやっていくよ。腕がちぎれるまでやるよ今日も。絶対にやってやる。まあ俺も素人さんには負けるつもりはねえよ。ああこっちはプロ、素人さんの釣り、週末バザーとこれみたいな本格のプロとのね釣りの違い、まあ徐々に指導していこうかなと思ってるんだけど、誰だあれ、あれあのおじさん、ちょっと話しかけてみようか。変なおじさんがいるな、釣りをしてるぞ。なんかこんにちは、釣れますか。釣れますか。今ね、ゴーンってきたんだけどね。マジで、マジで。いや、岩だった。岩。岩か。びっくりした。何投げてる。これはね、デサダホック。デサダホック、4インチ。ブル。ちょっと巻き物がいいかな。どうだろうね。うん。多分ね、結構遠いかな、ポイントは。巻き物で円としてはいいかもしれないね。ここで、この間俺で48釣ったからな。あ、ほんと？ああ本当？嘘。そうでしょ。顔が笑っとるよね。嘘だけどな。嘘だけど。多分ヘビキャロの方がいいかもしれないね。ヘビキャロだけども届くで。ヘビキャロだ。巻き物がいいんじゃない？巻き物でも。この流れ込みのこのあれかな。加工だよ、ね。見栄口かなやっぱり、ね。そうだよな。そうだよね。見栄口だよな。うん。まあその辺だわね。ああ。そうそうそう。この見栄口のとこ来とるよな。来とる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 。通り道になってんだわ。通り道だ、ね。巻き物投げる？今日なんかおしゃれだね。いやちょっと雨が降ってきたんですけど。雨が降ってきたらチャンス、魚がねファーンとこの雨で活性が上がるんですよ。来ないかな、っていうか全然来んよね。寒い、全く反応ない。おう、てかお前カメラ濡れてお前壊れるぞお前。おう、でも今こっちやった。あ、てかお前いいルアー使って、いいリールだね。これさ、ありがとう高橋君。これいいやろ。おう、もらっちゃったね。お宝にするねこれ。これはやばいで、これやばいね。これこれ投げやすいでしょ、前投げやすい、投げやすい。俺が取ったやつより全然違うよ。投げやすいでしょ。めちゃくちゃ投げやすい。そうなんだよ。これはね、いいよ、かなり。メタニウム MGL。MGL? うん。サオもいいよね。サオは全然、それね、でっかいやつが投げれる。あ、ほんと？ビッグベイト用、多分 50g。じゃあ日本新記録のバスでも全然大丈夫。余裕余裕。パワーがありすぎるかな。あの、結構得意よね。夏場に水草の中からビッグノキみたいな。マジで？そういう強いサオ、それ。もうちょっと柔らかい竿がいいかもね。まだね、これでね、小バスしか使ったことない。皆さんに言いたいことあるんだけど、全然釣れん。ああ、びっくりするぐらい釣れんよ、ここ釣れる気がしないと。あの漁港とか行ってこういうちっちゃいのでやれば、あのポコポコは釣れるんだけど、まあ小バスじゃなくてどでっけいの出るんだよね、ここモンスターが狙ってんだけど、全く釣れないです。寒すぎるていうかめちゃめちゃ寒い、耳が痛いぞ。とんでもない、冬だよもう、冬、冬だよ、まあ冬だよもう。寒い寒いな、やばいねこれ。あ、めちゃくちゃ寒いぞこれ。あの寒いのはいいんだけど、この雨が嫌なんだよな。雨がなきゃ全然寒さぐると減っちゃうんだよね。この雨がね、体をさらに冷やす。小雨が降ったりやんだりしてるんで、か寒いな。あ、いいね。このルアー、あ、いいね。すごいいいルアーだ。それ何紹介する？紹介っていうか、これでちょっと釣り方をこれ今からこれ投げていこう。おお、いいね。持って持って持って。いいねこれ。いいルアーいっぱいあるんだよ。これ回しとんの今。ここいいでしょ。ここいいね。ああ、ここでちょっと避難しよう、5分避難した方がいいね、これ寒いわ。ちょっと5分暖を取ってから釣り行こう。あ、じゃあこの動画暗いね、これ見るか。いや大丈夫、ちょっと暗いけど、これね、ルアーどう、俺の回すよ。ほらこれ、来ました。これ俺が冬用に組んだ、うんうん、これで攻めようかな。これ一番しいどうしようかな、これタックルボックス。めちゃくちゃ釣れそうだね。これ、これロザンテ？ロザンテからレアレス。結構ここもね、この時期でかいの入るんですよ。ね、
構でかいのが入るんで、ちょっと芋でね探っていこうかなと思います。結構でかいの入るんですよね、ここ。反応はないけど、どこかにいるかもしれない。でかいのはいるかもしれない。どう？まだまだだね。ファイトがない。いい感じ。一回もないね、ファイト。ないね。ない。何？当たりだ。ないな。ない。甘くないな。甘くないね。琵琶湖は釣れるっていうのはね、それは違う。嘘やったあれ。あれは嘘だ。琵琶湖は厳しいでね。ほんと厳しいよね。ナイス。それベイトレールいい？これいいでしょ。いいな。ねえ、ありがとう。ああ、ね、使いやすい。使いやすい。めちゃめちゃ使いやすい。今日はね、ルアーまでもらっちゃったね。ありがとうございます。これね、ビッグスピードスタイルビッグバイトって書いてある。ビッグバイトって言わないの。当たったら当たったらビッグバイト。ビッグバイト、ビッグバイト。スピードスタイル、スピードスタイル。これメジャークラフトのサウナ。それそうなの。でも投げやすい。ああ、もうちょっと重いともっと飛ぶんだろう。ちょっと軽いんじゃないか。軽い、ね、もう釣りっていうかもう冒険だよね、ここまで来たら。ああ、冒険みたいなもんよ、ね、釣りというかね、冒険。もうこれはアドベンチャーだな。ああ、でかいのが入るかどうかの、まあ、ああいう自然見てみんな感じないか、何か。あれ、今年の台風でね、2018年強烈な台風で折れたあの幹、これ芸術作品だよこれ。ああ、ビワイ、めっちゃめちゃ寒い。雨降ってきた。雨がやばいやばい。小雨が。あ、これこれこれ、お前釣りやれる状況じゃないぞこれ。やばいなこれ。向こうからお前雨雲か、お前。何やっとんだこれ。これ釣り、誰も釣りしておらんじゃん。ちょっと雨が止むの待って再開だ。